あの始末しないのも悪い、なんで働くのと。そうそう、それを言いたいのね。なんで働くんでしょうねって。うん、パンデミックもおかしいんだけどね。うん、そうなんだ。パンデミックもそうだけど、大阪なんか特にひどかったよね。あの葬儀屋と、葬儀屋とそのセットだったよね、接種会場がね。でなんでそこにみんな打ちに行くのか、そこもわからないのね。何をどういう脳みそしてんのかなって聞きたいんだよね、私は。うん、脳みそがどうなってんのって思うわけよね。やっぱり小さい時の予防接種に問題があるのは分かってるけどね。あれにもやっぱチップが入ってるから、あの脳にチップが入っちゃってるんだよね。だからなかなかこう洗脳されたもの取れないんだよね。こうあの国とか、政府とか言うと動いてしまうの、どうしても、うん、義務教育の時にあのチップに入れちゃうわけね、脳の中に。ただその脳の中で感じたことが偶像化してしまう、で言うこと聞かなきゃっていう思考があの生まれちゃうんだよね。だからまあ一般の大衆の人がちょっとアホだとちょっとどうしようもないね。一般の大衆の人がさ行きたいならさ、もっと賢くならなきゃ、自分で調べなきゃ。私はこれで配信でやらなきゃいけない。4年前からやってきたんだけど、他のやり方でね。どうせ創価がやってるから邪魔ばっか入ってたよ、 SNS でもね。創価はね、だいたい集団で来るんよ。あの 嘘のアカウントできたりね。 Twitter も9700万ボットだって言われたね。イーロン・マスクさんがボット調べとったんよ。でほとんど工作ボットだったんだよね。9700万ボットだったよね。ボットというのは AI とかあのコンピューターであのいいねをつけたりするのにね、そういうのあるんよ。あの他の配信アプリと一緒に、ね、まあ、あるんだけど。でそれ SNS はまあそのそうそう、ほとんどボットだから、いいねがいっぱいついてるって。もうまあ例えば YouTube でね、あの登録水増ししても、登録水一人で何個はアカウント作ってるのか知らないけど、それで人気者だっていう認識をしてみんな生活してるのもおかしいんだよということで、ね、うん、え、この人すんごい人気者じゃんって。じゃあ人気者がすごいんかということよね。どこがすごいか知らないよ。あの面白いですかということでね。私の配信も確かに面白くないかもしれないけど、その大騒ぎの炎上動画とか楽しい人もよくわからないね、私はね。めちゃいいのは全部ほら削除してるけど、まあ、YouTube でもあのそういうのは人気 YouTuber は全部外してあるね。あのそういう工作だと分かってるから、あの嘘の人気者ということ。野球と一緒だ。うん、うん、だから人気がこうすごく出てすごいなっていうのはもうないね。あのそうですかみたいな感じだね。でヤフーは韓国だからやっぱり同じとこしか持ち上げんよね。あ、人気 YouTuber のあの人がとかね、さすが韓国電通だわと思ったね。で子供